こんにちは、伊藤です。今日のこの動画では股関節の前側の痛みや硬さの原因になり得る箇所っていうのを解説していこうと思います。今日お話しするのは筋肉とか神経です。なので股関節が痛いっていう原因が例えば関節自体にある。例えば骨折をしているとか、例えばですね、関節にある関節芯っていうのがあるんですよ。関節の唇と書いて関節芯って言うんですが、まあ、膝でいう半月板的な役割をしているものなんですよ。そういった関節芯とか、関節が骨折しているとか、あとは靭帯が破れてる、切れてるっていうような関節に問題があるような時以外の問題ですね。例えば筋肉が硬い、神経が、何かこう怪我をしているっていうようなことをね、今日はお話をしていこうと思います。まずは筋肉なんですが、僕のね、動画では、登場回数がすごく多い筋肉を解説していきます。この2つですね、こっち側の今見えてる右側の方を大腰筋と言います。大腰筋。そんでこっち、左側の方を腸骨筋と言います。大腰筋と腸骨筋ね。そんで、この2つを合わせて、腸腰筋って言ったりしますね。腸骨筋の腸と大腰筋の腰を合わせて、腸腰筋と言います。この2つの筋肉、別々のところから出ていっているんですが、まあ、さっき腸腰筋と、呼ばれていると言った通り、この辺で融合をするんですね。融合をして、この辺ですね、大腿骨の後ろの方に付着をしています。ここをですね、小天守と言います。このね、小天守っていうのは覚えなくていいんですが、ここは特に、関節に近いと思ってください。股関節にめちゃくちゃ近いところなんですよ。そんで、この大腰筋と腸骨筋っていうのが小天守に付着をする。小天守はめちゃくちゃ股関節に近いんです。ということは、この大腰筋と腸骨筋、特に下の方ですよ。特に下の方のこの部分が硬くなれば、股関節に近いんだから、ここから股関節の前側の痛みとか硬さにつながるっていう方がよくあるんですね。今日解説する箇所が硬くなるとですね、特に、多く訴えるのが、なんか前側が詰まるような感覚があるんですと。もも上げしたような状態、足を前に上げると、なんか前の方に突っかかるような、こう、物が挟まっているような感覚がするんですよね、という方が多いです。こういう時っていうのは、この、大腰筋、腸骨筋の下の方とか、今日お話しする他の筋肉とか神経が、こう、挟まってたりとか、硬くなっていることがすごく多いです。一箇所目、大腰筋と腸骨筋ね、特に下の部分、下の部分、ここが小天守というところに付着をする、ここは関節に近い、じゃあここ硬くなると前側の硬さ、つまり痛みにつながることがすごく多いです。一箇所目、大腰筋、腸骨筋。では次の箇所いきます。はい、次の筋肉、これです。これね、大腿四頭筋の一部なんですが、これ大腿直筋と言います。大腿直筋。この大腿直筋っていうのは、この大腿四頭筋の中で唯一骨盤から出ているんですよ。いいですか？これ。骨盤から出ています。他の3つの筋肉は全部ね、大腿骨から出て、膝をまたいで、脛骨の方に向かっていってんです。まあ、お皿にね、ひっついていくんですが、まあ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 、他のことは置いといて、これ、他のやつは大腿骨から出てると。大腿直筋だけが骨盤から出てるんです。ということは、この筋肉は股関節を動かすんです。いいですか？股関節を動かすんですよ。そんで、ここの付着部のことを AIIS と言います。これね、ググったら出てきますし、おそらく解剖書にも載っています。大腿直筋の付着部 AIIS というところです。骨盤の一部なんですよ。だけど、例えばですね、プロメテウスっていう解剖学書とか、結構専門的な解剖学書を見ると、これね、大腿直筋の一部の繊維っていうのが、関節にすごく近いところにひっついているんですよ。解剖書によってはどういう書かれ方をしているかちょっと不明なんですが、でもね、こう一部が関節に非常に近いところに付着をしているって書いてる本があります。そうなんです。これめっちゃ近いんですよ。関節方にめちゃくちゃ近い。関節にすごく近いんです。この大腿直筋が。はい、ここ硬くなりました。どうなりますか？これ、大腰筋と腸骨筋と同じ理由ですよ。この辺硬くなれば、特にこっちっていうのは、関節に近いんだから、ここ硬くなると関節の詰まったような感じ、硬さとか痛みになるんです。今日言ったこの大腰筋、腸骨筋とこの大腿直筋が硬いと、そうなんですよね。この辺の硬さ、つまり痛みになることが非常に多いです。もちろん他の筋肉が硬くなって結果的に詰まりになる、痛みになるっていう要因はもちろんあります。他の筋肉とかね、例えば、わかんないですけど、方向筋とか、ここに付着している方向筋とか、
大腿筋膜張筋とか、もしかしたら内転筋とかハムストリングスとか他の筋肉が硬くなって骨盤の位置とかね、メカニクス前傾後傾がこうなった、股関節が外旋した内旋した、そういったこう複合的な要因が重なって前側の痛みとか硬さになることはあるんですが、もう多い今日言った大腰筋、腸骨筋、大腿直筋が硬くなるとここが不具合を起こすことはすごく多いので、ぜひ注目してみてください。ではこれまでは筋肉をお話ししていきました。では次神経をお話ししていきます。はい、神経を出しました。今見えてる黄色いやつが神経です。今日テーマにしたいのはこれなんですよ。この神経、これ太いです。股関節の前側にある一番太い神経でしょうね。これを大腿神経と言います。大腿神経ね。この大腿神経何が大事かというと、さっき言った大腰筋と腸骨筋とめっちゃ近いんですよ。これサンドイッチをねしてるような走行をしてます。一部ね、一部サンドイッチをされたような走行をしていて、まあ、前側をね走っているわけなんですよ。このことから考えると、じゃあ大腰筋と腸骨筋が硬くなれば、もうサンドイッチしてる場所、まあ、このあたりですね、このあたりが公約、公約っていうのはですね、挟みつけられることですね。ここが挟みつけられて締め付けが起こるかもしれません。当然この大腿神経っていうのは一部の繊維が股関節の前側に向かっても伸びていっているんですよ。はい、関節に向かって伸びていってるんです。じゃあ筋肉硬くなったり、神経がこう何かしらの事故とか怪我で損傷した、こう過度な、ね、ストレッチがかかりました、はい、股関節の前側から痛みを拾う、違和感になるようなことも余裕であり得ます。この大腿神経ね、大事です。大腰筋と腸骨筋とサンドイッチされたような状態にあります。そのですね、この神経が過度な緊張を受けるとか、ダメージを負う、損傷を負うっていうのは筋肉と筋肉に挟まれたっていうだけではないんですよ。もちろん例えばね、交通事故とかで運転しててね、交通事故してこの辺が骨折したとか、この辺にねめちゃくちゃ大きな衝撃を受けたとか、あとはスポーツをしてたりとか、格闘技をしてたりして何らかの怪我で前側に怪我をした場合でも、こうやって大腿神経が損傷することはあります。こっから股関節の前側の詰まり、痛み、硬さになることはあり得ます。これが大腰筋、腸骨筋と大腿神経のつながりですね。なので、まあ、筋肉で忘れてほしくないのがこの大腿直筋ですよと。じゃあこのことを踏まえて、もっとこの鼠径部とかね、股関節の前側の解剖学を理解したら、今度はじゃあここってこんな大事なんだ、じゃあそんなグリグリしちゃダメだよねって、理解できると思うので、複合的なね解剖学を見ていきます。神経の方に血管が出てきました。でもピンクで書くとこれ大事ですよ。これね、大腿動脈と言います。大腿動脈ね、このね大腿動脈っていうのは、僕このね鼠径部の解剖学の触診とか股関節の前側の触診で基準にしている場所なんですよ。なぜかというと、動脈って比較的触りやすいんですよ。なぜかというと、ドックンドックンしてるから、まあ、手首とか首でね、脈測るじゃないですか。あの時にドクドクしてるからね、分かりやすいわけですよ。動脈っていうのは。それは、この大腿動脈でも同じ。鼠径部でも同じなんですよ。鼠径部に手を置いて、ドックンドックンしてたら、それは大腿動脈なんですね。そんで、さっき言ったこの小天使のあたり、このあたりでですね、大腿動脈のすぐ外側にあるのが神経なんですよ。大腿神経ね。大腿動脈があります。ドックンドックン探しました。そのすぐ外側にあるのが大腿神経です。それでまたそのすぐ外側にあるのがこの腸腰筋ね、最初の方に言った小天使の方に向かって伸びていってるところですね。大腰筋、腸骨筋の下の方なんですよ。もう一回復習で言いますよ。大腿動脈探しました。ドックンドックンしています。そこからすぐ外側に行くと大腿神経があります。その大腿神経がすぐまた外側に行くと、大腰筋、腸骨筋の下の方ですね、底支部、付着部の方に向かって伸びていっているんですよ。このことから股関節の前側、鼠径部ってめちゃくちゃこう密集した場所なんですね。それ以外にも、例えばこの辺にはリンパが密集してるんです。鼠径部の、まあ、ちょっと下ね、鼠径部のあたりのちょっと下っていうのはリンパがめちゃくちゃ密集しているんです。だから例えばこの辺のリンパを流しましょうって言って、この辺をグリグリするのはよろしくないんです。なんでか、動脈があるし、神経があるし、まあ、大腰筋、腸骨筋っていうのもあるので、この辺めちゃくちゃ大事な場所なので、そこまでね、グリグリはあんまりしたくない。ので、まあ、あえてやるなら解剖学をして、まあ、施術をする
もしくはこの辺を伸ばしてあげるっていうのが最善策なんじゃないかと思います。最初の方ではですね、今日は解剖学をお話ししてきましたね。大腰筋、腸骨筋があります。大腿直筋があります。そんで、神経もここの近くにあるんで、痛みとか硬さとか詰まりの原因になり得ますよと。そんで、この辺りっていうのはすごく密集した箇所です。動脈があります。神経があります。いろんな組織があるので、まあ、この辺はあんまりグイグイしない方が最善なんじゃないかと思います。こういった情報を参考にして、まあ、ヨガのインストラクター、ピラティスのインストラクターの方は、こう、エクササイズ指導できると思いますし、施術をする方っていうのは、こういった解剖学も、そういった痛みの改善とか、硬さの改善に役立ててもらったらと思います。僕は定期的に東京に出張の施術に行っていますので、僕の解剖学が参考になったなと、興味がおありの方とか、もっとこういうことを良くしたい、改善したいと、興味がおありの方は、概要欄にホームページのリンクと、東京出張の LINE 公式アカウントを貼っていますので、そちらからお問い合わせを申し込みください。もしよければ、この動画は高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。